ティト・ジャクソンはアメリカ合衆国のギタリストであり歌手。ジャクソン一家の次男で弟の一人はマイケル・ジャクソン。太っているが温和な性格でレコーディング中いつも食べているんだよと公言しインタビュアーを笑わせたこともある。ジャクソン5誕生のきっかけとして子供たちが楽器を弾いたという逸話があるがその父親が大切にしていたギターを弾いたのがティトである。 ジャクソン5の歴史はティトから始まったと言ってもいいだろう。ソロ活動はほとんど行っておらず、カバーアルバムをソロ的なバンドで一枚出したのみで純粋にギタリストとして活動しようとする意図しかないのではないかと言われる。そのため孤独な性格で知られるマイケルとも仲がいい。1985年には USA f アフリカに参加し We Are the World のコーラスを担当した。 結婚したのは一番早く1972年6月17日。1988年離婚。子供はタジ、タリル、TJ。息子たちのイニシャルは全員、T で、マイケルのプロデュースにより息子たちは 3T として、CD を発表している。映画、ラッシュアワーでは、刑事役のクリス・タッカーが、相棒刑事のジャッキー・チェンに対して、俺がマイケルで、お前は、 人だというセリフがあったが、なぜか、日本版の字幕では、俺がマイケルで、お前はバブルスだとなってしまっている。尊敬するアーティストとして、BB キングを挙げている。2010年から、毎年1回、ブルーノート東京にて来日ライブを続けている。2011年7月、東日本大震災の後も、夏に、いつも通り、ソロライブのためブルースバンドを引き連れて来日した。 同年12月、ザ・ジャクソンズと母であるキャサリン・ジャクソンと共に記者会見をし、東日本大震災についての大規模なチャリティライブを行った。2014年12月の来日ライブでは、新曲4曲を披露した。2015年には、念願の人生初ソロアルバムをするつもりだと発言した。日本のアーティストであるノーナ・リーブスの西寺、ゴーフト氏によるソロアルバム。 テンプルストリートの3曲に参加し、ギターやボーカルとして、録音に、そして、自宅スタジオでの撮影に参加した。2015年1月、スカパートケーブルテレビで見られる、音楽専門チャンネル、ミュージックエア内の番組、MA ヘッドラインズにて、インタビューが放送された。ありがとうございます。